皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。で今週のコムニスイーツですね、やっていきましょう。今週の注目はですね、まずはファミリーマートドーナツ探求家みぞろきひとみさんという方のね、監修の商品が出てきました。みぞろきひとみさん、私ちょっとね存じ上げないんですが、ブロガーさんなのかな、なんかイラストレーターさんでもあるみたいで、この絵も多分ご本人が描かれたものだと思いますね。どんなドーナツなのか楽しみですね。そして同じくファミリーマート、おなじみのね、当落のファミリーマート限定販売商品が出てきました。秋の味覚、かぼちゃプリンですよ。こちらもね、美味しそうですね。で、セブンイレブンはね、今週ご当地パンが出てきました。砂利パンにクリームボックスですね。これ前の大きなコッペの時にも思ったんですけど、パッケージのね、雰囲気変わりましたよね。私散々ね、地味だって言ってたんですけどね、なんか色合いも変わったし、フォントも変わったしね、すごく可愛くなりましたよね。で、一方でね、ローソンは今週ね、だいぶ休憩モードですね。もうこれ休憩モードの時に必ず出てくるチュロッキーが今週出てきました。ただね、ジョブチューンで紹介してた栗子のスイーツあったじゃないですか。あれのね、オムレットが今週出てくるんですよ。それだけはね、ちょっとすごく楽しみで、それ以外はね、もう既存品が普通に出てきてるような感じなので、これもね、どうしようかと思ったんですけど、他が買えなかったので、とりあえず買ってきました。前編は全部で7品じっくりチェックしていきましょう。はい、ではファミリーマートドーナツ探求家みぞろきひとみさん監修の商品2点いきましょう。まずはこちら、チーズケーキみたいなドーナツ。はい、中から出すとこんな感じです。超チーズのいい香り。クリームチーズを練り込んだドーナツ生地に滑らかなチーズクリーム、その上にアーモンドクランチとピスタチオが乗っかってます。はい、で断面はこんな感じです。今ね、切った感触が、これあまり例えが良くないかもしれないんですけど、おからドーナツみたいな、あんまりのジャンキーな感じがしなくて、すごいなんか素朴な味なのかなっていうのを連想させるようなね、そんなね感触でしたね。うん、まさにほわほわしっとりって書いてあるんですけど、その言葉がぴったり合う食感ですね。本当にふわっとしてるので、かつしっとりなんですよ。しっとりしてるんだけど、きめが細かい感じとはちょっと違って、ふわふわとも違うんですよね。優しくほぐれる感じがあるんですけど、しっとりまとまってもいるんですよ。とにかく優しい。でもちゃんと生地の風味もね、届いてきます。でもね、それ以上に強いのがチーズの風味。生地からも、この上のトッピングからも、クリームチーズのね、コクと、ちょっと酸味、爽やかさも含んだチーズの風味がね、口の中いっぱいに広がります。で、そこにこのね、アーモンドとピスタチオがね、いい感じでね、アクセントになってますね。美味しい。しっかりドーナツなんだけど、ジャンク感がないんですよ。それは多分ね、このホワッとさだと思う。すんごい優しい食感。でもただ優しいというちょっと物足りない感じがあるけど、しっとりさがあるから全然物足りなくないんですよね。で、何よりこのね、強いチーズの風味ですよ。すごいクリームチーズらしい程よいコクと酸味で、食感もちょっと滑らかねっとりで、このふわっとした生地とね、すごくよく合ってます。新食感って書いてありますけどね、確かにそうですね。なんともなんか言葉で今まで表現したことがないような、うまく当てはまる言葉が見つからない、まさになんか初めての食感だなっていうふうに思いました。でもこのチーズの風味がね、やっぱりいいですね。ぜひ試してみてください。はい、じゃあ、みぞろきひとみさん監修商品もう一ついきましょう。クッキーオールドファッションドーナツ。はい、中から出すとこんな感じです。結構ね、しっかりめの生地ですね。オールドファッションと聞いてイメージするよりも、もっとなんか硬い感じ。半分にキャラメルチョコがかかっていて、さらにアーモンドもトッピングされています。で、断面はこんな感じです。あ、やっぱりね、かなりね、さっくり切れましたね。クッキードーナツ寄りのオールドファッション、そういう感触でした。じゃあ、まずはこのキャラメルチョコがかかってないところから。うん、何これ、本当にサクサク、
外サクって表現されるものって結構あると思うんですけど、こんなにサクサクなの私初めて食べた。噛んでサクはまだわかるんですけど、口の中でね結構細かく崩れるんですよ。ちょっとねサクサクシャリシャリ感みたいな、その追加で崩れる感じがよりサクサク感をねアップさせてくれるんですよね。でめちゃくちゃそれがね気持ちいい。これサクホロって書いてあるんですけど、ちゃんとねホロがきますね。しかもイメージするよりもだいぶ細かくくる感じです。こういう食感を謳った商品結構食べてるんだけど、サク感もホロ感も想定のもう10倍ぐらいな、そんなイメージでした。ちょっととにかくね食感びっくりした。もうこの時点で美味しい。まあとなるとここにキャラメルチョコとアーモンドですからね、絶対合うでしょ。いやもうね、このキャラメルチョコさんとアーモンドさんには申し訳ないけど、もちろんプラスされて美味しいんだけど、もうそれ以上にこの食感の気持ちよさの方がより印象際立っちゃって、ダメだ、もうねそっちばっかり気がいっちゃう。でもねそれはそれでいいと思います。これはもうキャラメルもアーモンドもね、あくまでもね助演ですよ。主役はこの食感、気持ちがいいほどねサクホロ感です。プラス香ばしい風味にキャラメルとナッツがねすごく合ってます。気になる方はぜひ試してみてください。はい、引き続きファミリーマート行きましょう。クリームわらび餅、いちごソース&マスカルポーネホイップ。はい、中から出すとこんな感じです。紙のね、ケースに入ってます。プルプルのね、わらび餅ですね。はい、で、断面はこんな感じです。中にはマスカルポーネホイップクリームといちごソースが入っています。いちごの香りがね、すごいんですよ。よっぽど濃厚なのか。食べてみましょう。わらび餅が思った以上にもちもちだった。しっかり餅感があってね、弾力がありますね。柔らかいんだけど弾力を感じるからすごい食べ応えがある。その内側からマスカルポーネのねちょっと酸味を含んで爽やかなでもコクのある風味。いちごは来るけど香りほど強くなかったな。香りがあまりにも強かったからもっとドンと来るかなと思ったんだけど、全体がすごいねいいバランス。だからこそさっきも言ったけど、わらび餅の弾力とか食べ応えはね結構ねしっかりきますね。あまりにもわらび餅とクリームといちごソース、このねバランスがもうドンピシャによくって、逆にちょっとね特徴のコメントが言いづらい感じ。特にはクリーム感が強いとか、特にいちごが強いとか、そういう感じないんですよね。ただ本当にいいバランス、難しいね。なんかバランスがいいのはそれはそれでいいんだけど、なんか主役はやっぱ一人いてほしい感じはしますね。バランスのいいとても美味しいクリームわらび餅でした。気になる方はぜひ試してみてください。はい、こちらもファミリーマートおなじみの当落の商品ですね。ファミリーマート限定販売商品です。北海道産かぼちゃのこだわりプリン。はい、蓋を開けるとこんな感じです。もう当落のプリンといえばね、すごいもう滑らかなイメージなんですが、これもなんか見るからにキメが細かそうで滑らかそうですね。かぼちゃペーストと生クリーム入りのプリンだそうです。で、すくってみるとね結構柔らかいんだけど、ちょっとね若干もちっとさも感じるんですよね。で、中にカラメルソースも入っています。やっぱり超滑らか。ただね、思った以上にねミルキーですね。かぼちゃももちろんいるけど、それ以上にうわ生クリーム使ってるのすごいわかるって感じのミルキーさ。本当にかぼちゃのペーストにふんだんにクリームを混ぜ込んだような、そんな感じの味、そして、ね、食感ですね。もう食感まさにもう当落って感じ。ねっとりさもあるんだけど、とにかくきめが細やかで滑らか、舌触りがすごいね気持ちがいいです。かぼちゃの味がストレートドーンって感じが好きな人とか、ちょっとかぼちゃらしいザラつきが欲しい人にとってはちょっとねこれはあれ違うなと思うかもしれない。でもやっぱりこのミルキーさが強いことによってデザート感はすごいありますね。ちょっとミルキーさがすごく強すぎてカラメルがよく分かんなかったんで、改めてカラメルソースと一緒に、カラメルはねもう全面出てこないです。やっぱりね一番前に来るのが生クリーム感で、そこに寄り添うようにかぼちゃの風味がいて、でほんのりカラメルがいる、そんな感じですね。これはこれで美味しいけど、私はもっとかぼちゃの素材を感じる系の方が好きかな。ちょっとミルキーなねかぼちゃ味、その辺がね好きな方はぜひこちら試してみてください。はい、
ではセブンイレブンご当地パンいきましょう。まずはこちら、宮崎名物砂利パン。はい、中から出すとこんな感じです。結構ね、長いこのねパン生地ですね。その中にクリームが入ってるんですが、これがあの砂糖入りなんですよね。そこがねジャリジャリ食感なんですよ。そして断面はこんな感じです。ジャリパンは私もね、前にあのご当地パンの特集やったこともありますが、その時も確かやったと思うし、あとね、あのコンビニとかスーパーでいろいろあのこれに似せたような商品はね出てきてますよね。でもこれね、まあ持った感じはすごい生地しっとり、そっちの方が気になっちゃった。あ、っていうか食感はもちろんジャリジャリで面白いんだけど、普通にクリームが美味しい。ただただ砂糖が混ざってるだけじゃなくて、土台のこのクリームがねすごいコクがあって、ちょっとなんかねミルキーな味もしますね。結構このジャリジャリクリームのパンってただただの砂糖味、そんな感じのクリームが多いんだけど、これ思った以上にすごいミルキーで、生地がちょっとしっとりでね、その食感もいいです。美味しい。まあそりゃそうですよね、クリームがただジャリジャリってだけじゃね、ここまで人気は続かないと思うし、ご当地パンでその土地に住んでらっしゃる方に長く愛されてるようなパンって、みんなね本当素朴なんですよね。構成もシンプル、これもめちゃくちゃシンプルじゃないですか。ただやっぱこのクリームのジャリ感、このしっかりクリームを噛む感じ、ジャリジャリと、この感じがね癖になりますね。クリームのね食感と味、そして生地の食感すごく良かったです。気になる方はぜひ試してみてください。ではご当地パンもう一ついきましょう。こちらは福島名物ですね、ミルククリームボックス。はい、中から出すとこんな感じです。食パンのようなねパン生地の上に、もう見るからにねっとり濃厚そうなクリームが塗られています。はい、見た目はこんな感じです。あ、クリームね結構分厚いですね。クリームボックスはねもちろん知ってましたけど、食べたことないですね。福島はあの競馬場があるから、競馬ブロガー時代に何回か行ったことあるんですけど、基本的にもうあの日帰りでねやることだけやったら、ママドールを買ってもうそのまま帰るっていう、そんな感じでした。ミルククリームボックスって呼ぶ方が正しいの？クリームボックスだと思ってたんだけど、あえてミルクつけてるのなんか理由があるのかな。パンはもうふっかふか。クリーム濃厚、練乳系の濃厚なミルク感がありますね。柔らかいんだけどねっとりしてて、この食感からもね濃厚さが伝わってきます。美味しい。でもこれはあのご当地の本当の福島でいうところのクリームボックスのクリームをちゃんとイメージして作ったのかな。なんせ初めてだからさ、どこまでを再現してるのかがね分かんないからね。練乳をホイップさせたような、そんな感じ。コクもあるし、風味もミルク感が強くて美味しい。パンがふわふわだから余計このねねっとりとしたクリームの食感がね届いてきますね。もっとなんか普通のホイップに近いようなクリームだっていうイメージだったんだけど、実際どうなんだろう。思ったよりねっとり、練乳に近い。なんせ本物がわからないんでね、ちょっと比較が難しいですけど、ただまあこれはこれで好きです。すごいコクのあるねっとりクリームでした。気になる方はぜひ試してみてください。はい、じゃあ最後ローソン行きましょう。もうこれはねおなじみの商品ですね、牛乳仕込みのザクッとチュロッキー。はい、中から出すとこんな感じです。表面にねグレーズがかかってて、いかにもねザクザクしてそうな、そんな見た目ですね。で断面はこんな感じ。そうなんですよね、これ毎回ね切るとね意外に内側がちょっともちっとしててしっとりさもあるんですよ。はい、ローソンさんがね休憩モードの時に必ず出してくるチュロッキーですね。今日もこれね散々紹介してるから買うつもりなかったんだけど、しょうがないですよ、他が買えなかったんですよ。でもこれ美味しいんですよね。うんま、ただカロリーが、あ、脂質が 35.2g、 カロリー 478kcal、 カロリー爆弾ですよ。表面がサクサクで、内側がねちょっとしっとりもちっとしてます。土台がもっちりしてるから結構ボリューミーなんだけど、外側がサクサクでねちょっと軽い感じがあるんで、すごい食べやすいですね。一番最初にやったあのファミリーマートのオールドファッションあったじゃないですか、あれはこの内側しっとりな感じがないんですよ。だからもうずっとホロホロ崩れ続ける感じ。どっちかというとこっちの方がオーソドックスというか、外がサクッとしてても内側がしっとりまとまってる、そういう感じが多いですよね。だからこそあのファミマはねやっぱ新食感だなというふうにすごい感じましたね。でもやっぱねこれはこれでいいんですよ、食べ応えがあって。
まあ、というわけで、美味しいけどカロリー高い、そんなね、このチュロッキーですね、今週また出てますので、これ好きな方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、ファミリーマートドーナツ探求家みぞろきひとみさん監修のドーナツ2つ、どちらもね美味しかったです。もう新食感と歌ってあったんですが、もうその言葉につきますね。私が知らなすぎるだけかもしれないですけど、ドーナツにもこんな世界があったんだなっていうのをなんかすごく発見させていただけたようなね、そんな2品だったと思います。特に2つ目に食べたクッキーオールドファッションの方ですね。さっきも言ったけど、サクホロ感を歌ってる商品って結構あるじゃないですか。ただね、ここまでのサクホロ感は本当にね、今まで食べたことがなかった。最後までサクサクホロホロ崩れ続けます、口の中で。それがね、なんか本当に気持ちよくってね、それをまさかね、ドーナツで感じられるとはびっくりしましたね。でも食感だけじゃなくて、やっぱちゃんと味も美味しい。それが2種類とも、どちらもね、感じられました。一つ目の方もね、私本当ね、言葉しか当てはまる言葉が見つからないんだけど、ほわほわしっとり、すごい優しい食感なんだけど、しっかりしっとりさもあって満足感があるんですよね。で、とにかくチーズの風味が強くて、チーズデザート好きの人にもね、十分に満足できる味だと思います。まあ、どちらか一つ、これはもうお好みで選んでいただいていいと思うんですけど、できれば二つとも。で、どうしてもどちらか迷っちゃうなっていう場合で、どっちの食感も好きだなっていうことだったら、私はクッキーオールドファッションの方おすすめです。口の中でバラバラに崩れていくようなホロホロ感、これはね、私がいくら言葉で説明しても伝わらないと思うから、ぜひ実際に食べてね、感じ取っていただきたいです。食感フェチの方はね、ぜひ試してみてください。はい、というわけでまずは前編お伝えいたしました。まあ、さっきも言った通り、今週はちょっとね、ローソンが休憩モードなんで、後編はその一つ気になってる栗子のやつですね、それをまず変えればいいなというふうに思ってます。ただ一方でファミマとね、セブン結構出てるんですよ。それが後編でどれだけ買い揃えられるかなという感じです。後編も皆さんの興味強そうなところで集めたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。